はい、皆さんお疲れ様です。プロダーツプレイヤー浅田誠吾の誠チャンネル、今日もご視聴よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画はスーパーダーツ皆様応援ありがとうございましたという動画です。まずは優勝できてよかったです。本当に欲しかったタイトルなんで、すごく嬉しいんですけど、皆さんの本当に熱い応援があってこそご優勝できたと本当に感謝しております。今日はですね、その3日間のスーパーダーツのね、感想とお礼を込めてこの動画にね、残しておきたいなということで動画にしていきます。感想動画なんですけど、よかったら最後まで見ていってください。それでは今日も張り切っていきましょう。最後、はい、それではスーパーダーツ3日間の感想を動画で始めていきたいと思います。まずは初日なんですけど、まずですね、夕方6時から試合、まあいろいろオープニングのね、そのレセプションとかいろいろこう準備とかあるなと思ったんですけど、まず11時とかの集合やったんでめっちゃ早いなと思ってたんですけど、なんと僕当日入りで行きまして、朝一の新幹線で参りました。でまあ会場入ってね、まず一番すごかったのはもうスタッフさんの数。いつもジャパンとか大会とか、見られてる方わかると思うんですけど、配信のところにね5人ぐらい、配信のためだけにスタッフさんいると思うんですけど、ガチでステージ裏ね、機材とパソコンとかブワーって並んでるんですけど、配信のためだけに30人以上の人が動いてました。いやすごいな、テレビみたいやなと思って、まあ、僕もテレビ出た時にすごいスタッフさんやなと思ってて、まあ、それぐらいの人が動いてたということで、他にもその準備する側の人、外で仕事する方、裏方の方とかでもいっぱいいらして、多分スタッフ総勢100人ぐらいで動いてはったんじゃないかなと思います。まあ初日なんですけど、まあ控室がね4室ぐらいあったのかな、 ABCD ぐらいあったと思います。で僕はそのとりあえず1回戦が当たる人同士は同じ控室にならないとか、シードの方はちょっと分けられるとか、まあそういう配慮がされてるんですね。なんでまあ控室入って、まあフリードリンク、フリーフードなんで、まあ選手はそこでちょっとこう時間潰して、オープニングの準備とか台本的な感じでこうしてああしてっていうのをまあ初めに練習してました。まあ試合のことになるんですが、初日は台湾の久保選手とやることになったんですが、まあ一度ギリシャ、アジアの方で、アジアかな、福岡の時もやったんですけど、まあ何度か対戦したことはあります。ハードなんですよ全部。ただ今までの勝率がいいかどうかっていうところやと思うんですけど、ちょっとね、試合展開もどうなるんかなと思ってたんですけど、ちょっと、久保選手の方が緊張してたんじゃないかなっていうような滑り出しで、で、事前の練習とか見てても、裏でね、バックステージで練習してる時もすごい上手かったんですけど、まあ、やっぱ舞台がね、やっぱ結構すごい舞台やったんで、まあ、緊張されてたのかなみたいな感じで、ちょっと滑り出し僕の方が良かったんで、ちょっと勢いついて勝てて良かったなという試合になったと思います。はい。で、まあそのまま2日目なんですけど、2日目はそうですね、この日も早くてお昼ぐらいにまあ選手集合やったんですけど、まあその2日目はハルツさんとねお試合するの分かってましたし、まあどうかなとこういうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ、会場入っても挨拶はするけど、ちょっと裏で練習する時とかちょっとねこう慣れ合いながらこう話すような空気感でもないし、まあちょっと練習台も開けて離れて練習するような空気感ではあったんですけど、まあ喫煙所とかでね一緒になった時とか、まあお互い楽しもうねみたいなことは言ってたんですが、前週だからそのスーパーダーツ、まあ平日にあったんですけど、その3日ほど前の日曜日に姫路の方のロブスターカップっていう大会で、実は決勝戦ハルキさんとシングルやってるんですよね。なんで自分的にはその時にまあスーパーダーツもあるということで、ゴレグに変えてもらったりとか、ハルキさんとスーパーダーツができるようにちょっとフォーマットいじってもらったりとか、まあそういう配慮があって、まあその時僕が勝ってるので、ちょっとハルキさんもやりにくかったのかなみたいなのはもちろんあったんですが、ダーツラブショットのオッズが
結構僕の方が低かったので、まあ何を基準にまあその音が出るかわからないですけど、ちょっと低かったんで、まあ、これは自分もその期待されてるなという数字やと思って気合を入れていったところ、試合の感じで言うとね、やっぱり自分も構えてしまったら負けるから、ちょっと攻めないといけないなっていう気持ちではいたんですが、やっぱりあのステージと、あのお客さんの熱気で、やっぱこう先に勢いついた方がもう勝つであろうという展開だったんで、まあ、あのハルクさんも初戦、僕は2戦目ということで、まあ、大体の空気感分かってたんで、まあ、その分ちょっと有利やったんかなみたいな展開で、試合運びをできて勝つことができました。でですね、3日目、まあ、ここから正念場なんですけど、まあ、最終日にまず駒を進めれたという嬉しさと、3日目ということでかなり体力の方も削られてきて、まあ起きるときしんどんみたいな感じで、まあ起きることになってたんですけど、まあまずは FB っていう選手がまあどういう選手かっていうと、まあ何度かアジアの方でも戦ったことがあって、まあ香港ではかなり上位のプレイヤーではあるんですが、昔コロナ前ですね、僕とかヤンマ、レイキちゃん、カスミちゃんとか Q スクールに行ったんですよ、イギリスので、ツアーカードのライセンスを取りに試験を受けに行ったことがあるんですが、その時に一人で来てたのかな、ドリンクブース並んでたら結構400人ぐらいいるんでブワーって並んでたんですけど、その時一人で後から来て、うわーすげー並んでるやんみたいな、あ、いいよいいよ FB こっちで一緒に買ってあげるわみたいな感じで一緒に買ったら、なんとその時ツアーカード出るんですよ。やっぱりその時、まあギリシャアジアで、まあ、やりたくはないけど強いんで、まあでも負けたらあかんなって思ってる感じのね、あの対戦相手というか、まあ、負けたらあかんなっていう気持ちではやってましたけど、まあ、そこからやっぱり PDC に出て FB もすごい揉まれて、まあ、今はあのすごく強くなってるだろうなっていうふうにも思ってたし、まあその前の試合ミクルさんと試合してる時ナインダーツもねやっぱ出してて、で練習とか見ててもすごい入ってたし、あのソフトでもダーツライブでもレーティング18きっちりあるような感じのダーツしてたので、まあどうかなと思っておりましたが、こちらもですね、なんか緊張なのかな、なんか僕の方が先にちょっとこうパッと仕掛けれたというか、ちょっと攻めに入るタイミングが早かって、まあ、そのままなんとか勝てましたという結果で。で、まあ、続いて、アーリーとの試合なんですけど、まあ、これも、まあ、めちゃくちゃいい試合で、ね、キープキープ、ブレイクブレイクみたいな感じだったと思うんですけど、途中で、トラブルがあって、マシントラブルが、ちょっと皆さんの熱気もあり、ちょっとね、機械物なので、ちょっとマシンの方が熱がこもっちゃったらしくて、ちょっと復旧に20分ぐらい時間かかったらしいんですけど、まあ、僕らはちょっと一旦ね、その場でちょっと再起動とかいうわけじゃなくて、ちょっと一旦裏にバックヤードに戻って練習ができるという状態だったんですけど、まあ、ほとんどの人が、まあ、僕がそこで集中が切れるんじゃないかと予想されてた方が多かったと思うんですけど、まあその時も、次の日もね、結構そういうふうに思われてた方が多くて、いろいろそういうふうに、意見はあったんですけど、僕的には逆に良かったんですね、あのトラブルが。ちょっと前戻って見てもらうとわかるんですけど、かなりもう、その、FB との試合から、アーリーの試合まで、本当にちょっとこう、テンションも上がって、一旦作ったものがキュッてこう、落ちてくるっていうんですか、テンションが一回こう、落ち着いてきたタイミングで、ちょっと緊張がすごい、出てきてる時やったんですよ。で、まあ、あのトラブルのおかげで一旦吐けて、ちょっと一回ね、自分の好きな音楽パンって聴いて、テンション作り直すことがね、できたんですよ。で、まあ、そこからブレイクされてブレイク仕返してみたいな、なんかそういう展開やったんですけども、結果的に最後まで落ち着いて集中できたのは、逆にあの時一回弾けて気合を作り直すことができたから、みたいなところやったと思います。はい。まあちょっとアリの方はどう思ってるかわからないですけど、僕にはすごいプラスに働いた感じのトラブルやったんですね。で、まあ決勝ですけども、まあ、もともとやってる時は、はじめパンとね、こう勢いでいけるかなっていう、はじめ3レグパンと取れたんですけど、やっぱりね、そんなすぐいけるもんでもなく、スーパーダーツの舞台っていうのは、
やっぱりすごい緊張感もあるし、やっぱすごい圧もあるし、で、元ももうなんとかこう切り返してきて、まあ、そこから3つ取られてみたいな感じで、まあ、切磋琢磨してる時のあの180出されてとかあるんですけど、その1個前にね、インブルで51点にこう合わしていくっていうシーンがあったと思うんですけど、あれはもうちょっとこっちはもう折れてないよっていうアピールもあって、全然まだまだ気持ち折れてないからねっていうアピールがあって、でまあ最終1000個取った上で、まあどういうね意識で01って言ったかはまあ求むしかわからないですけど、まあ01っていう反面やったんで、もう削りでちょっと押されてる反面もあったんで、まあきっちり仕上げないといけないなと思ってたんですが、まあ結構最後の180でも追いつかれて、僕は日本アレンジのトップ残りやったんですけど、その時に考えてたことって、あ、これ外したら負けやなとか、思ってたら多分外してたと思うんですよ。あの時考えてたのって、いつも20ダブル、まあトップですよね。トップは結構試合の時硬くなってる時って、下に垂れるんですよね。なんで、まあ、ちょっといつも狙ってる位置より高めやけど、トップの一番上ら辺、もうワイヤーの上ら辺を狙おうと、まあ、かなり上目狙ったらまあ入ってくれたっていう感覚なんですけど、まあ、あんまちょっとそこまで詳しく覚えてないですけど、そんな感じあって、まあ、結果後からね聞いたら、あの20ダブル外してたら確実にトップ上がられてたから負けやったんですけど、あの20ダブルがなんと1本でね850万下がったと、そんなこと考えてたら外してますね絶対。まあその850万下があったって後から聞いてゾッとしましたけど、そういう流れで優勝することができました、皆さんのおかげでね、応援のおかげで本当にいい試合思い出になって、また来年もですね、これは出場の権利があるんじゃないかと思ってますので、また来年2025も開催されるということで、ぜひ皆さん引き続き応援よろしくお願いします。で、ツイッターの方でですね、ちょっとエルスタイルさんがパッと出てて、ちょっとバレルがプロトタイプ表記があったと思うんで、結構皆さん、ん？もうプロで使ってんの？みたいなのが出回ってたんですけど、トリニダードさんから追ってまたいろいろ発表があると思います。もう今の段階でバレルが販売するとかそういうことではなくて、基本的にはリカルド使ってます。なんで今現状のリカルドを使ってるんですけど、いろいろね、ちょっと試行錯誤してる部分もあって、もうほんと半年、1年先のスパンを見据えながらいろいろちょっと研究もしてるということで、別に普段使ってるのはリカルドを使ってますんで、はい。そんなに今、ガラッと変わったバイル使ってるよとかではないです。はい。で、フィル・テイラーのね、ちょっと話が一個あって、皆さんなんか絶対フィル・テイラー勝つやろうと。僕もそう思ってたんですけど、ちょっと見られた方が、どうかなと。ちょっと、まあ言い方悪いですけど、ちょっと思ってたの違うと言ってる方もいらっしゃったんですけど、どうやらやっぱり6年間シニアの大会にちょっと出てるぐらいで、まあやっぱ引退した選手として、もうフィルぐらいになると、会場とかでもね、もういればいいんですよ。投げなくていいんです。もういればいいレジェンドになってしまってるので、やっぱりこの6年というブランクにすごい悩んでたという話を聞きまして、まあ実際その6年前にね、ハルキさん勝って、まあ、もう一回 やりたいという勢いがあったのかもしれないですけど、まあ6年、まあコロナも経て6年あったね、まあ、本人もちょっと、さすがにちょっとこう、ついていけてなかったのかなっていう感じはありましたね。まあ僕が直接喋ったわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとフィルがすごい、まあ、6年間のブランクに悩んでたっていう話は聞きました。はい。ということでですね、まあ今回2024のスーパーダーツ優勝できたこと、本当に嬉しく思ってます。皆さんの応援のおかげやと思って、これからもですね、ジャパン、PDJ、フィドもそうですし、まあ、いろんな大会で、ね、今年も頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは最後に、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。